大通忠明は、福井県大野市出身で西所の関部屋所属の元、大相撲力士。本名は、南忠明。身長193センチメートル、体重130キログラム。特異種は、左四つ、釣り、寄り。最高位は、西小結。現在は、年寄り、港川。中学時代は剣道をやっていた。 長身を見出されて二所の関部屋に入門し、中学在学中の1971年7月場所に初土俵を踏んだ。東京で名を上げるために泣いて反対する母を振り切っての入門であった。1975年9月3日のお塩川部屋独立騒動では17代、お塩川の側に着いたが、遺跡は認められず二所の関部屋に残留することになった。 1980年1月場所に新十両へ昇進。十両の壁に阻まれて、よく3月場所で幕下に陥落し、本人も関取に昇進したので廃業しようかと考えたが、福井県に縁がある、講演会関係者から場所が終わるたびに、それが限界かと再三激励され、1983年11月場所で新入幕を果たした。 全力を出してなお体制しなかった場合は、講演会関係者の会社が面倒を見る意向であった。長身を生かしての釣り寄りで攻める相撲で、右上でを取ると強かったが、腰高で、立ち合いが甘いためつきをし力士を苦手としていた。1985年7月場所では二日目に、横綱、塩の富士をうっちゃりで破り自身初となる金星を挙げた。 その取り組みの流れは、素早く両上図を引きつけ、強引による千代の富士に対し、大統領が無意識に、左か見てからの右へ振ると、勢いのついていた、千代の富士の左足は大きく、土俵を割った、というものであった。1987年3月場所に、小結へ昇進し、福井県出身力士としては、昭和以降では、初となる三役昇進を果たした。 地方巡業では気軽にサインや写真撮影に応じるなど非常に気さくで陽気な性格で極端に太く長いもみあげで長身で江戸時代の絵画から抜け出してきたような味わい深い風貌や回しの色のエピソードなどからデーモン、小暮のラジオ、オ大ー通ールコーナーや集英社週刊少年ジャンプのジャンプ放送局における回しリニューアル投稿で大通るを初めて知ったファンなど 幅広い層のファンを多く持つ力士であった。全国からサインなどをもらいに来るファンは絶えず、二所の席部屋の稽古場は屋上にあって、一般客は見ることができなかったものの、大トールのサインや写真撮影は例外的に認められていたほどで、未だ人気は衰えていない。1990年9月場所限りで引退し、年寄り、港川を襲名した。 初土俵から引退まで1日も休場せずに土俵を務め上げた。怪我は稽古で治すものとされた時代背景上、肋骨にひびが入り、手指の根元が裂けても休場しなかった。引退後は二所の関部屋の部屋付き親方として更新の指導に当たっていたが、2013年1月場所後に二所の関部屋が閉鎖されたために、 同じ二所の関一門の松が根部屋へ移籍した。しかし、2014年11月場所後に松が根部屋が解消されたため、再度二所の関部屋所属に戻った。2021年12月24日に二所の関部屋は再度解消されたため、現在は離れ駒部屋に所属している。2006年1月場所まで審判部に所属し、 2010年7月場所では、大相撲野球賭博問題により禁止処分を受けた、佐渡が学親方の代理として4年半ぶりに審判に復帰し、翌、9月場所から正式に審判部へ復帰した。現在も地元の福井で子供を対象にした、相撲教室を行うなど、精力的に活動している。また、 JA 福井県経済連が作成した若作牛のリーフレットにも登場している。2014年、公益法人化された日本相撲協会の評議員に就任したため、2014年3月場所から2018年3月場所までの25場所の間、番付上は本名の南忠明名義となっていた。2018年3月26日に評議員を退任した。 2018年5月現在は役員以外の親方集で構成される年寄り会の副会長を務めている。2021年10月の65歳の誕生日をもって日本相撲協会を定年退職した。囲碁再雇用により参業として引き続き協会に在職している。定年の際に体重が現役時を上回る1 4 0ラムとなっていることも明かされた。 広角家として知られるミュージシャンデーモン閣家との交流は1987年4月から1990年5月に放送されたラジオ番組デーモン小暮のオールナイト日本がきっかけである番組開始当時世紀末の大経典の歌詞が NHK 内で放送に適さない楽曲に指定されていたことに対して再三迫害だと怒っていたところ 番組内の1コーナー、大相撲を666倍楽しむ方法を当てに、世紀末同様、NHK に迫害されている力士として、大トールの名を挙げる投稿があった。当時幕内中意あたりに定着していた大トールが、登場するときに限って、5時のニュース、明日の取り組、み、今日ここまでの結果などに邪魔されて、満足に放送してもらえない。 という内容の投稿に大笑いしたデーモン閣下が、お前ら大トールを応援しろと言ったところ、翌週から大トールに関する投稿が激増し、ついには、独立して、大トールコーナーまで設けられるほどになった。少年隊の曲、ストライプブルーの一節、抱いて強くが、大トール、強くと聞こえることから、大トールが負け込んでいる時には、頻繁に流されていた。同番組に、 ゲスト出演した南野陽子に、大通ーーさん頑張ってねと言わせたセリフをサンプリングした、ラップ調の専用ジングルを制作してもらうなど、大通ーーコーナーはますます勢いづき、名古屋場所を直前に控えた1987年6月29日、ついに大通ーー本人のゲスト出演が実現した。大通は、ファンの投稿にあった、和式弁助の蓋に似ているという話を、 人ごとのように大笑いしたり、若い人たちの声援が増えて嬉しいとネタにされたことを、肯定的に受け止め、デーモン閣下に対しても、多くの人に相撲に興味を持ってもらえるよう、これからもよろしくお願いしますと真摯に語った。この時の自己紹介、大トールですが、前述の大トールラップに追加され、ダダダダダ,ダイ。 トールダダダダダイトールダイ、鉄をトール、頑張ってね、大トールですという完成型に至った。番組出演後もデーモン、小暮れのバスタオルを身にまとって、花道に登場したり、世紀末のミサを見に行って、歓迎を受けるなどといった交流が始まり、引退後も、断髪式でハサミを入れてもらったり、VANVAN 相撲界史上で、対談したりなどという関係が続いている。後に、 デーモン閣下が NHK の大相撲を中継に出演するようになり、その際に勝負審判として土俵下に座っている港川がテレビカメラに映された際にダダダダダイトールとつぶやくこともあった。大トールの大土色の回しの色は相当に強烈な印象を見る側に与えていたようで、週刊少年ジャンプの投稿コーナー、ジャンプ放送局では大トールの回しの色が グリーンに変わった時には、1ページ丸ごと大きく、それを知らせる投稿記事が載せられたほどである。この投稿コーナーは、大トールの人気をさらに後押しし、新たな大トールのファンも多く生み出すこととなった。地方のラジオ局の替え歌投稿コーナーで、大トールをネタにした曲が投稿され採用されたことも、ある。 NHK 総合テレビの大相撲を中継に、小沢昭一がゲストとして呼ばれた際、アナウンサーが小沢に、悲喜の力士は誰ですかと聞くと、小沢は、大通るですと答えた。アナウンサーがニヤニヤしながら、ほう、それはどうしてですかと聞くと、小沢は大真面目に、勝つ気が全く見られない、無欲の取り組みが素晴らしいと答えた。千代の富士を破った一番では、 取り組み前に二所の席親方から、勝ったら100万円やると言われたが、勝てるはずがないからいいですと断った。この話は、大トールが負けたら10万円払うという条件だったが、最終的には1万円でも断った。しかし、勝った時、半分でいいからくださいと言って、二所の席親方が呆れながら怒った。千代の富士を破った一番で、 NHK のインタビュールームに来て、最初に受けた質問は、ここへの道は分かりましたか千代の富士を破った一番の翌日、地元の福井新聞は一面にこの記事を持ってきて、特集も組んだほどである。主語の多い相撲界において、徹底的な下戸で有名であり、現役時代から現在に至るまで酒は一滴も、飲めない。 審判部所属時に2012年11月場所9日目の豪江堂と春間富士の取り組みにおいて、春間富士の足が土俵外が出たと判断し、勝負あったとして、この取り組みを止めさせたが、実際にはまだ勝負がついておらず、誤審だったことが判明した。このため、史上初のやり直しという事態となり、 後日審判部長の鏡山と共に理事長である北の海の元を訪れ謝罪した。この一件以降、微妙な判定が発生した場合はすぐに取り組みを止めずに行事が軍配をどちらかに上げてから協議することになった。ABCD ベースボールマガジン社大相撲名門列伝シリーズ二所の関部屋 P21ABCD 相撲人生 感謝の半世紀福井県大野市出身の、港川親方、10月に協会を定年大相撲、元小結び大通領として活躍、大野市ふるさとメール、福井新聞2021年9月12日午前10時33分、AB、港川親方デーモン閣下定年記念座談会、相撲2021年12月号、ベースボールマガジン社、94から97ページ、 ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、二所ノ関部屋 p 五十一初場所新番付、元横綱木勢の里、荒井相親方二所ノ関襲名し二所ノ関部屋、日刊スポーツ、二千二十一年十二月二十四日。二千二十一年十二月二十四日閲覧。現職七人と、新任人三人十人の親方を理事に選任。毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/20180327/k00/00m/050/119000c2018 年3月26日閲覧。イルマ川親方が新会長相撲協会の年寄り会。サンスポ .com http:/www. サンスポ .com スポーツ、ニュース、2018万502、住む18兆502億2221万10、N1、HTML2018 年5月3日閲覧。元小結び大、トールの港川親方が退職、千代の富士からの金星などが、思い出、福井。福井テレビ。 https://www.fukui-tv.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュ,スッシュポスト、タイプイコール福井ニュース&、p イコール14万 4870&、ページイコール12021<ッ>年11月29日、閲覧。草間の足出た大護身で、前代未聞のやり直し、復刻。日刊スポーツ。 2021年11月22日閲覧。佐々木一郎一郎すものツイート。ツイッター2021年11月22日閲覧。ありがとうございます。